オランダのマドローダムの主街ミニチュアオランダのマドローダムの空港のミニチュアミニチュアパークは実寸よりも小さく作った建造物を集めた公園のことである。特に実在する街並みを再現したものや架空の街並みを形成したものを指してミニチュアタウンないし、ミニチュアィレッジと呼ぶこともある。主として実在の著名な建造物を再現し一箇所に集めることで 歴史や文化を学習する場を提供することを目的としており、野外博物館の一種といえる。再現された建造物の中にはオリジナルが災害や人為的な破壊、経年劣化により現存しなくなる場合もあり、そうした場合にミニチュアで再現された建造物がありし日の姿を止める貴重な資料となる事例も見られる。ミニチュアパークの起こりは19世紀後半のヨーロッパと、 いわれ、主に博覧会の展示物として、街並みや著名な建造物を再現する、期間限定のものが多かったが1930年代に、イギリスで現存する、世界最古の常設展示型ミニチュアパークである、ベコンスコットモデルビレッジが、開園。1952年にはオランダを代表する、観光名所となっているマドローダムが開園している。ミニチュアパークの国際的組織として、 国際ミニチュアパーク協会が存在するが、会員施設はカナダの一施設を除いて、ほとんどがヨーロッパに偏在しており、アジアオセアニアアフリカラテンアメリカ及びアメリカ、合衆国のミニチュアパークは加盟していない。ヨーロッパやアジアの施設ではオリジナルとの実寸比25分の1が標準的な縮尺となっているのに対し、北、アメリカでは主として、 実寸比12分の1が採用されている。大きなものでは、イギリスのウィンボーンモデルタウンが実寸比9分の1である。ありがとうございます。